ドラゴン潔空河が自身初のナンバーワンに輝いた。すごいドキドキしてたんですけど、自分の全力は出し切ったと思ったんで、もうあとは自分を信じて、自信半分不安半分だったんですけど、やっぱここは僕が取らないとなっていう気持ちが一番大きかったです。期待と不安が入り混じる中、自分を信じて全てを出し切り勝ち取ったナンバーワンだった。僕もそろそろなんか見せなきゃなと思って、やっぱいろんな賞を意識して取り組んでた1ヶ月でした。もっともっとドラゴンを店として盛り上げていけるんじゃないかなっていう自信にはつながりました。ドラゴンを牽引する覚悟と自信が芽生えた。バースデーであげれるっていうのは結構当たり前だと思うので、その次の月が一番大事だと思うので、やっぱりこうトップ3圏内に入れるぐらいのレベルでこれからずっと常にいたいなと思ってるんで、バースデー翌月の結果こそが自分の力が試される。ドラゴンの1位はもちろん譲る気はないですし、もうこう他店さんともやっぱ張り合ってトップ3からのナンバーワン常に取れるように。2017年10月の月間売上ランキング第20位、ドキドキゴーファースト、ユーリア。第19位、スペード、キューガカエデ。第18位、ドキドキゴーファースト、松岡テル。第17位、ワッツアップ、春夏秋冬。第16位、ドキドキゴーセカンド、小畑カエデ。第15位、ワッツアップ、司。第14位、スペード、相沢拓。第13位、ドキドキゴーセカンド、万歳高弘。第12位、ドキドキゴーファースト、松向空。第11位、ドキドキゴーセカンド、五代総一。第10位から4位の発表。第10位、展覧会。ホストをするために生まれてきたホスト、新藤葵。第9位、ツーランクダウン。出没冒険の祭り人、ドキドキゴープログレス、相沢雅人。第8位、セブンティーンランクアップ、ノービスオーダー、スペード、結城拓也。第7位、スリーランクアップ、剣道将来の熱き闘志、スペード、斎藤隆二。第6位、ワンランクダウン、豪傑のファンタジスタ、ワッツアップ、山城大輝。第5位、ワンランクダウン、百戦錬磨のトップランカー、ドキドキゴーファースト、矢吹雄太。第4位、ファイブランカー、尼崎のとっちゃん坊や、ドラゴン、復活連。10月のトップ3となったのはこの男たち。パーフェクトプリンス、ドラゴン、潔空河。2016年度年間王者、スペード、ミカドク。神出鬼没の貴公子、ドキドキゴーセカンド、新兵友和。10月を制し頂点に立つのは誰だ。第3位、セクスティンランカー。2016年度年間王者、スペード、ミカドク。第2位、ワンランクダウン、パーフェクトプリンス、ドラゴン、潔空河。
第1位23ランクアップ進出鬼没の貴公子ドキドキゴーセカンド新米智